次に金村龍奈君。金村君。日本維新の会、金村龍奈です。教育無償化を実現する会との共同会派を代表して質疑をいたします。今回のですね、いわゆる派閥による組織的な裏金ともいわれる今回の政治と金の問題、そして5年で11人も逮捕者を出している現状、やはりこの政治と金の問題を根絶するためには、私は少なくとも自民党が選挙に勝つことだけを目的にした、この選挙至上主義のように見えてしまう現状を、まさに改めていかなければならない。逮捕者の中には、地方議員に対してお金を配り、逮捕されている。で、一方で、参議院議員を通して、組織内議員を多く抱え、組織や団体としがらみを抱えている。ここをしっかりと解消していかなければ、少なくとも自民党による政治と金の問題は解決をしないと。ありがとうございます、ご指摘。で、その上で、今回、昨日総理が政倫審に出席をされて、ご発言を聞いていると、やはり真相究明よりも、どちらかといえば再発防止に軸足があると感じました。今回、1月に総理自身が、派閥の解散を明言しました。そもそも派閥を通して今回の問題が起きているんであれば、派閥を解散する前に、やはり真相究明にしっかりとかかるべきだったと私は感じておりますが、本当に総理はですね、この再発防止よりも真相究明をしなければ、現状維持、微修正が続いてしまいますから、本当に真相究明をリーダーシップを取って発揮するのか。ご答弁ください。内閣総理大臣、岸田文雄君。失踪究明、事実の把握、それがあってこそ説明責任を果たすことができるわけでありますし、そしてそれがあってこそ政治責任を果たすことにもできるわけでありますので、再発防止、もちろん大事なことでありますが、これらを総合的に進めていくことが、この国民のこの政治不信に対して、この政治家が真剣に向き合う態度ではないかと思います。ですから、事実の究明、決して軽んじているものではありません。再発防止と並行して、事実の確認と説明責任と、そして政治責任、さらには道義的な責任、これについても党としてしっかりと判断していきたいと考えています。金村龍奈君。やはりスピード感がなければですね、国民からさらに信頼を裏切ることになると思いますので、まずは真相究明に徹底して力を入れて取り組んでいただきたいと思います。その上でですね、党内の処分について少し伺わせてください。そもそも党内の処分ですけれども、総理のリーダーシップ、力強い指導力を発揮して処分をすることが必要なんじゃないかという点、それから自民党という組織にとって、やはりガバナンスをしっかり維持していかなければなりませんから、仮に罪を犯せばしっかりと処分をすると。一方で、この間、2ヶ月余りですね、真相究明、再発防止、説明責任、議員個人に委ねてきたのかもしれませんが、実際には処分がなされていないと、党内として。私はこれ、よくよく考えてみると、もし総理が党内の議員全員を仲間だと思えば、早く処分することも、それはその人たち、裏金議員としてリストが上がっている人たちにとって、生煮えの状態で、2ヶ月余りずっと続いているのは、これ、我々外から見ると、わざと処分してないんじゃないか、権力闘争なんじゃないか、中は、そういうふうにしか見えないんですね。やはりですね、悪いことしたら処分される、そして処分された期間、研鑽を積んで、終わればまたしっかりと国民のために働く、そのためには処分がないと、
自民党内も動けないと思うんですよ。でそれをずっと予算委員会1ヶ月以上通して政治改革の議論してきました。やはり総理自ら真相究明に力を入れることと、一方でやはり今回リストとして上がっている皆さんをしっかりと党として処分すること、これを期限を区切って明言することはできませんか。内閣総理大臣岸田文雄君。処分が権力闘争等ではないかというご指摘は全く当たりません。先ほど申し上げたように、これは実態を把握した上で、その説明責任、政治責任、さらには再発防止、これに努めていかなければならないということでありますが、この実態把握についても、委員ご案内のとおり、この事案については昨年末から大きくマスコミ等でも取り上げられるようになったわけですが、1月に入ってからも、検察の捜査が進んで行われていました。よって、その捜査の進み具合を見ないと、本人も修正等の対応はできなかったわけですし、そして捜査が進む中にあって、説明ということについても、十分この説明することができなかった、制約があった、こういった実態があったんだと思います。そして捜査が行われた後、それぞれ捜査を踏まえて、事実を確認した上で修正を行い、そして個別の説明を行い始めた、そして党としても、党独自の立場で聞き取り調査も行ってきた、こういった段階を踏んできたわけであります。そして実態把握については、今でも今日も整理審が行われるなど、このさまざまな確認が行われている、こういったことであります。事実をしっかり確認した上で、説明責任を果たした上で、この政治責任、道義的責任についても判断していく、これが順番だと思っておりますので、今言った経過の中で、しかるべきタイミングで党としても政治責任について判断をしていきたいと考えています。委員長、金村龍那君。確かに総理の話聞くとですね、まあそれもさすがにそうだなと理解は示すんですが、ただやっぱりですね、一つ一つのスピードが遅いと、やはり国民からそっぽ向かれる、信頼を失う、やっぱりそこはですね、国民感覚にしっかり寄り添って判断をする、決断をする必要があると思います。その上で総理がですね、政倫審に出席をされたこと、まあ、私は外から見ていると、これそのものはやはり自民党のガバナンスが行き届いていないのかなと、結果として総理がリーダーシップ出席という形の決断をするしか選択肢はなかったのかなと外から見ていると感じているんですけれども、一方でですね、総理、派閥のことを、まあ、人事と金を切り離す政策集団、まあ、そういう表現をされていると思うんですけれども、閣僚人事があるときに、よく参議院枠っていう言葉、われわれ報道でよく見るんですね。私は自民党の中の議員になったことがありませんので、よく理解をしておりませんが、自民党総裁にとって、自民党参議院議員の人事権ってあるんですか。内閣総理大臣、はい、岸田文雄君。自民党参議院の人事権ということですが、これはまずその人事権というのはどこの範囲までを言うのかということを確認しなければならないと思いますが、基本的に参議院自民党の会長その他役員の人事については、参議院のこの実勢に鑑みて、例えば参議院自民党の会長、これは所属参議院議員による公選、選挙によって選ばれることになっていますし、その他の役員は、その選挙で選ばれた会長の推薦に基づき、それぞれ行われる、このような仕組みになっています。その今言った部分について、総裁として人事等を行っているということはありません。ただ今スポット、委員の方から閣僚人事という部分をについて触れられました。
まあ、閣僚人事については最終的に、内閣総理大臣として、衆議院も参議院も含めて判断するというのが現実であります。金村優奈君。つまり参議院自民党の役員人事にはほぼ権限がないと聞こえたんですけれども、何が言いたいかというとですね、先ほど私冒頭申し上げたとおり、まあ、いわゆる政治と金の問題はしがらみだと。で、企業団体とのしがらみの中の一つに、いわゆる参議院選挙、参議院議員の在り方、そして私は派閥について解散するのは少し早かったんじゃないかという指摘もいたしましたが、つまりいわゆる衆議院と参議院をあまねくある種のガバナンスをしてきたものに、やはり派閥というものが一定機能をしてて、参議院自民党に人事権がなくなれば、総理が、まあ、ある種ですね、孤立をしていくことだってあり得るわけですね。日本の政治にとって、自民党政権から政権交代した2回はですね、政権交代の衆議院選挙の前に参議院が過半数割れていますね。つまり参議院においての人事権っていうのは、実は自民党にとって非常に大きいんじゃないかなと私は考えています。早急にですね、この党の組織の在り方をですね、派閥をもし解散するんであれば、やはりしっかり検討いただいた方がいいかなと思っています。一方でですね、先ほど我が党の藤田委員からもありました、こう政治改革の話になると30年というスパンが、非常に話題になってくると。で、この30年間、私自民党の歴史をですね見ていくと、この30年間大きく変化したものが2つ。それは選挙制度、もう一つは連立政権。で、私は冒頭申し上げたとおり、自民党がやはり選挙至上主義、選挙に勝つためだけにかなり力を寄せてしまっている。だからなかなか政治とお金の解決もしないし、一方で改革を先送りしてでもその与党で居続けることを可能にしてしまっている。その一つが私は連立政権にあると考えています。本来選挙前から連立を組むのであれば、やはり合併するべきだと思うんですね。はい。つまりもう別の政党で連立を組み続けて、選挙制度上やはり小選挙区制度ですから、二大政党制を施行していくことが一番あるべき姿なわけで、権力が交代しないことが腐敗につながるんであれば、やはりそこはしっかりと制度に準拠する必要があると考えています。この連立政権についてどのようにお考えですか。内閣総理大臣岸田文雄君。まず自公連立政権については20年以上にわたってこの緊密に連携をし、さまざまなこの課題、国政に関わる重要な課題について議論をし乗り越えてきた歴史があり、公明党は重要なパートナーであると考えています。私の政権になってからも連立を基盤にさまざまな課題、先送りできない課題について答えを出してきました。で、委員の方からそういったことであるならば一緒になったらいいんではないか、こういったご指摘でありましたが、やはり政党というのはそれぞれ歴史があり、それぞれ哲学があり、そしてそれぞれこの政党を応援する方々がおられます。その中で、その国政を動かすということについて、この共に、この思いを共有できる部分については全力で協力をしていく、これは大変重要なことだと思いますが、一方で課題によってはその党の歴史やあるいは哲学との関係においてなかなか合意できない、こういった部分もあります。しかしそういったときこそ、この歴史や考え方の違い、お互いにこの刺激を与えることによってより良い結果を出すために丁寧な議論を行うことが重要になってくる、こういった場面もこれまでも多々あったんだと思います。この両方がこのあることが連立政権のこの大切なところではないかと思います。まあ、すべて同じ政党になってしまうということにおいては、この連立政権との比較においてメリットももちろんあるとは思いますが、
今言ったお互いの切磋琢磨なり、刺激をし合うという部分については薄れてしまう、こういった点もあるのではないか、このように考えます。金村優奈君。時間になりました。最後一番長くご答弁いただいたので非常に大切だという思いが伝わりました。ありがとうございます。これにて金村君の質疑は終了いたしました。